タイトルコールとかないのタイトルコールあります。あるの、はい、ダスのなんでそうなるの、なおコーナーでございます。あ、いい、それ行きましょう。はい、そのまま行きましょう。はい、どうぞ。どうぞ。言わない。待って、はい、言わない。ダスのなんでそうなるののコーナーが入ってまいりました。初心者ダスの素朴な疑問にお答えするというこのコーナー、はい、さあダス今回何お疑問は、あ、お疑問はお疑問ダス今回の疑問は、疑問、シャフトってなんか違う長さがあるじゃないですか。それ違う長さ、違う長さ、違う長さ、あ、わかった。ドライバーでも45インチだったり46インチだったり、こう長さが違うってことね。それって何を基準で決まってるのかなと。はあ、基準、基準ね。前、もうお亡くなりになってしまったんですけど、14っていう会社を作った竹林さんという方がまあいらっしゃって、まあ、クラブ整形家としてはかなり有名ですよね。竹林さんとご一緒させてもらった時に、同じ質問をしたことがあって、このクラブなんで46.25 にしたんですかっていう質問をしたの。そしたら、あのね、14ではクラブをこう上からこうやって見てグリップささないで、これ長さどこがこのクラブだと長さいいかなっていうふうに、その見た目とのギャップをなんかないところを探って作ったんだって。そういう決め方もメーカーさんはしてると。それがまず一つだ。どういう例が多いですか。やっぱり一般的にはなんか飛ばしたい人は長めに組むし、うん、方向性を重視したい人は短めに組むしっていうケースが多いですけど、やっぱりそれこそシャフトのフレックスじゃないですけど、なんとなく 45.5 インチとか、うん、そういう風にされてる方がやっぱ一番多いような気がしますね。メーカーさんの OEM も当然何社か受けてやられてるんでしょうけど、はい、メーカーさんのクラブの長さと決め方ってどんな感じ、もう当て込んでいく、もうこの長さって決めていくんですか。そうですね、だいたいこの長さでこの想定のスイングウェイトというかバランスがあって、でヘッド重量何グラム、グリップ重量何グラムで、シャフトが何グラムでこういう性能が出るようにっていうリクエストをいただくことが多いですね。それってどうなんですかね。なんか傾向ってあります。例えば46インチ近くに作るドライバーの傾向、うんうん、45インチぐらいに作るドライバーの傾向って何かありますか。長めに組む、ドライバーシャフト、まあ、いわゆる長尺の部類に入るものは割とこう当てやすさ重視というか、うんうん、そういうような傾向が大きくて、うん、で通常レングスで組むドライバーに関してはしなりを感じやすい、うん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 、なるほどね、そういったもの、うん、はい、まあ、どっちかというとそのどうですかね、アベレージ向きとかアスリート向きなんていうと、うん、なんとなくイメージ今だとね、うん、アベレージの方は少し長くて、はい、アスリートの方は短めに作るっていう傾向はあんま変わらない、あまり変わらないですね、うん、今ただ最近男子プロでも長いの多くなってきてるじゃないですか、うん、あれってどうなんですか。あれは簡単です、はいはい、みんな年取ってきたんですなるほど、ね、簡単で、もう本当俺もそうですけど、うん、46インチぐらいにして組んで作ると、うん、いや飛ぶもんね、やっぱり。でもミート率落ちるじゃないですか。それを技術でカバー、うん、あれちょっと前は割とこう男子プロなんかはシャフト固めにして、うん、ヘッドスピード速いっていうのもあるんですけど、シャフトを固くしてしならなくして、でトゥーダウンもしないようにして、そっちの方が簡単だから固くするっていうようなやり方も多かったじゃないですか、うんうんうん、それがどんどん伸びてきて、で僕もついこの間伸ばしてみたら一撃で撃沈したわけでありましたね、そんな回がね、うん、一発目に長いの打ったらダメで、うん、その感覚が入りすぎてもう元戻らなくなったってありましたね。でそれでいうとシャフトレジオフォーミュラなんかは特にこの長さ推奨っていうのはなくて、
長くも組めるし短くも組める、うん、で重量帯もいくつか準備してるので、うん、組みたい長さで重量を決めるっていうこともできるんですけど、それでもダメな人ってどうしたらいいですか。まあでもね、うん、慣れですよ、うん、何でも。でやっぱり長尺に一回トライしようと思ったら、うん、もうね、なんだろう、ひるまないことですね。もうなるほど。そう、もうとにかくやるって決めたら一回何回かやる、うん、ある期間を持って、うん、っていうふうにしないとやっぱり良さが出てこない、うん、でやっぱり長くクラブ組むメーカーさんって、まあいろんなメーカーさんあるけど、はい、やっぱり長さって我慢して長く使ってもらえれば馴染むってやっぱ言うしね。だからちょっと覚悟持ってやっぱ伸ばすときには当たってもらいたいかなって気がするけどね。なるほど。割とこうシャフトのシダとかでシャフトを決めるときって 2,3 発しか打ってもらわないんですよ、うんうん、でそれで合う合わないというのを判断してもらうんですけど、うん、長尺とか長さを変えるときはある程度長期的なスパンで見た方がいいってことですね。そうだね、やっぱり一回そうね、馴染むところまで、うん、馴染んだかなってところまでやってほしいよね。セッティングする上で、うん、初心者の、まあ、平均って言ったら変ですけど、おすすめの長さってあるんですか。決まってるんですか。今どうですか。でもやっぱり45インチ台が多いような気はするんですけど、さっきのそのパッと構えて心地よい長さでっていうのがいいような気はします。なんかしっくりくるような気はします。まあでも、うん、あんまり最初から伸ばすっていうのはあんまり推奨じゃないかなとは思うけど、ただ難しいのは長いく作ったら短くできるでしょ、うん、だからトライするのはある程度長さになってっちゃう、進め方をすることが多くなっちゃうんだけどね。やっぱり長いと当てづらくなるから、ね、そうですね、うん、あとはもうそのモデルのドライバーのモデルのヘッド重量によるので、うん、そこで推奨が少し変わるかもしれないね。今例えばデシャンボーとかでワンレンクスワンレンクス の, あのシャフトアイアンね、アイアン、うん、でもドライバーはワンレンクスじゃないですか。ドライバー違う、あアイアンだけワンレンクス、うん、あのワンレンクスって何のメリットがあるんですか。まあこれ逆にクリちゃんに聞きたいんだけどさ、はい、日本のワンレングスの走りって岡本彩子さんだと思うんだよ。あそうですね、9番からだっけ、QPS、当時は S ですね、うん、だよね、はい、が確か同じ長さ、はい、でキャディーされてたんです岡本彩子さんの、アルバイトでまあまあ走ってね、はい、どういう使い勝手だったんだろうね。その当時は全くそのシャフトの知識とかも何もなくて、特にそういう視点で質問したりとか、何かお話ししていただいたりっていうことはなかったんですけど、とにかくその、まあ、8番とか7番とかでアプローチすることもあったんですけど、やっぱり割とランニングアプローチ9番で何もないところとかピッチングとか、ピッチングアプローチウェッジでサンドウェッジっていう風にこうアプローチをとにかくこう同じテンポ同じリズムで打つっていうのをやりやすくしてたんじゃないかなっていうふうに思います、うん、だからそれが多分フルショットになっただけですよ、うん、デシャンボーの一番長さが6番だっけ6番に長さが合わさってて、そこが多分一番自分の中でリズム的にも振りやすくて気持ちよかったから全部をそこに揃えたかったってことだと思うね。ただやっぱりね、俺はね長いのよりもね短い方が難しかった、うん、長いのにロフトが上向いててすごい球が上がっちゃうから、うん、それをこうコントロールする方が難しかったんで、ワンレングスはちょっと自分はごめんなさいだったね。ワンレングスのメリットって振り感が統一されるってことじゃないですか、うんうん、そうなると一回アイアンで、まあ僕はもうドライバーからずっとワンレンクスかなと思ったんですけど、それもあるんですか。ない、うん、それはさすがにない。なんでですか。飛ばなくなるから。え逆に、うん、でドライバーの長さでアイアン作ったらとんでもないことになっちゃうから、うん、余計当たらなかったでしょ。あなるほど、うん、アイアンってちなみにどれぐらいの長さ。6番だと37.5、 短いですね、うんかな。そのぐらい合わさってない。そうですね。じゃあワンレンクスに合わせるのにドライバーって何
どれぐらいの長さがおすすめなの？ドライバーに？ドライバーのワンレンクスのアイアンの長さに合わせるために、その振りこちこちとかも違和感なくできするためにはドライバーの長さって何かあるんですか？いやー、デシャンボーって長尺でしょ、あれ47インチかないでしょ、はい、だからもうね、そこはね別だね、ドライバーに関して言うと。だからもうウッドユーティリティアイアンっていうところで振り心地がまたちょっと変わってくる部分があるから、うん、統一感がなかなか出しづらい部分はある、うん、でも唯一出すんなら日本シャフトさんみたいにアイアンのスチールと同じ動き方をするシャフトを使うと、うん、そういうことするのが一番流れとしては一番いいだろうね、長さよりも、うん、しなり感の統一、そうそうそう、うん、どっかは統一させておいた方がいいと思うんですよ、うん、長さが統一できないんだったらもう、そう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 、振り心地をできるだけ整えるとか、うん。